今回はフロントサイドワン80です。フロントサイドワン80は板と体が空中で同時に180度回転するワン80系の基本トリックとなっています。フロントサイドワン80のスタンスはこんな感じです。練習方法としてはいきなり180度回ることは正直難しいので、できる限り90度120度と徐々に180度に近づけていくことが大事です。失敗例を挙げると、着地した時に正規スタンスで慣れていない人が多いので詰まってしまうことが多いので、しっかりと正規スタンスに整えた板の中心に自分が乗るようにしていきましょう。それではチャレンジしてみましょう。